だけでございますので、政府が国債を発行しただけ、ま、新しいお金が生まれて資産となっておりますので、国債を発行して今財政出動を行ったとしても何の問題もございません。財政出動を行えばそれで超絶的な財政を行えば、今苦しんでいる多くの日本人を救えるはずでございます。絶対にできるはずでございます。例えば1回目の緊急事態宣言の時、安倍前総理が給付金10万円を私たちに配ったの、それを皆さん覚えてらっしゃいますか？その後いかがでしょうか？緊急事態宣言今回で4回目となりますけれども、それ以降ずっと私たちには何の保証もなく給付金が配られるわけでもなく、まあ、ろくの保証もなく飲食店、そういったお店、またはそれに関わる業者も何の根拠もなく苦しめられている状況でございます。超積極財政を行えばそういった業者を救うこともできるでしょうし、毎月国民に給付金を配ることも可能でございますので、政府はやれるはずなのにやらない。皆様このままで本当にいいんでしょうか？私たちはいつまで我慢しなければならないのでしょうか？疲弊しきった日本経済、国民の生活を救うには超積極財政しか選択肢はないと私たちは考えております。日本第一主義、日本人の生活を第一に考えるのであれば、これしか選択肢はございません。私たちなら必ずできると信じております。必ず実現いたします。最後までご清聴ありがとうございました。